臨天バイエル、岡崎臨天がラジオで行うギターワンポイントレッスンです。今回のお題はこれ、エブリスイングを弾こう、その5、5週目です。エブリスイング、リットミュージックから出されておりますフィンガースタイルで弾くソロギター名曲集の第3週ですね、追憶のメロディーに、収められているエブリスイング、この譜面を叩き台に解説していっております。もちろん譜面をお持ちじゃない方も OK、そんな感じで進めておりますが、チューニングはスタンダード、そしてカポは2フレットでお届けします。先週はですね、A パートですねの最後の方、繰り返す手前ぐらいまで行きましたけど、譜面上では1括弧と書かれておりますけど、その部分からもう一度解説していきます。コードは、Dm9th というコードですね、Dm7 のローコード、1弦目を開放にした押さえ方です。そしてまた A パートを繰り返すことになりますが、その2小節間、まず Dm9th の右手の指の使い方ですね、この、最初4弦目と1弦目それぞれ開放ですが、これを右手の4弦目は親指、そして1弦目は中指で弾きます。そして2弦の1フレットを人差し指で弾いた後に、今度は2弦の1フレット、そして3弦の2フレット、それぞれ右手中指と親指で弾きますね。そして、その1拍目の最後の音は、3弦目の2フレット、これを人差し指で弾きます。その1拍だけを指使い、もう一度おさらいしてみます、ここで親指が登場します。そして次も親指が登場します。最後フィニッシュは3弦を人差し指、まあ、その後の、2弦目3弦目はですね、おのずと低い指使いは決まってくると思います。そこが要注意ですね。その指使い、マスターしてみてください。まあ、その指使いが変わってしまいますと、ちょっとノリが崩れてしまう可能性がありますのでね。さあ、この3弦の2フレットが2つ続きます。2つ目の、つまりその小節最後の3弦目2フレットの音は、左手ですね、今度は、人差し指に押さえ替えます。それまでは中指だったんですけど、もう一度その小節からいきます。ここで押さえ替えます。そして、中指でハンマリングして、あとはプリングプリングの連続ですね。中指で今度は1弦目の3フレットを押さえます。そして小指で2弦目の4フレットを押さえます。そしてここは A フラットのメジャー7というコードですね。そして G の 9th に着地です。6弦目、そして4弦、3弦、2弦と押さえるフォームです。ちなみに、6弦、4弦、2弦は3フレット、そして3弦は2フレットです。で、4弦、3弦の開放を挟んで、また A のパート、元に戻ります。同じですね、これは。さあ、この次は2括弧に入ります。同じ繰り返しなんですが、Dm のコード、 Dm9th ですね、のコードが続きます。ここから先はじゃあ次週の解説としましょう。今日の臨天バイエルいかがだったでしょうか。このコーナーでは皆さんからのギターレッスンにおける悩み、ご相談、あるいはご質問ね、何でも受け付けますので、どしどしお寄せください。ご質問は番組ブログよりお送りください。番組ブログは検索サイトよりアコースティックウィンドと入力すればすぐに見つかります。
またこのコーナーは番組ブログよりビデオで見ることができますのでね、皆さんのギター工場にぜひお役立てください。以上、リンテンバイエルのコーナーでした。